ナショナルインスティチュート・オブ・デザインは、インドで最も優れたデザイン学校である、アーメダバードに位置する。2度は、インド政府商工省産業政策推進局の下自律的な組織として運営されている。また、2度は、インド政府科学産業調査局により、科学産業デザイン研究機関として認められている。2014年7月17日、 インド最高のデザイン学校であるニドはナショナルインスティチュート・オブ・デザイン法により議会で国家重点機関として指定されたビジネスウィーク市はニドを世界トップデザイン学校のリストに数えたアーメダバードのニドキャンパスにある歴史的モニュメントニドは3つのキャンパスを有しているアーメダバードのニドショップ1五十三年の産業政策決議によりインド政府は デザインチームとして、イームズ夫妻を招聘し、インドの貧弱な産業を補うため、デザイン教育を推進するよう依頼した。夫妻の記した資料、インドレポートに基づき、インド政府は1961年に、ナショナルインスティチュート・オブ・デザインを自律的な国立機関として立ち上げた。2度の創設目的は、産業デザインと資格コミュニケーションに関する研究、サービス、 訓練を提供することであった。デザイナーで彫刻家のダシュラート・パーテルは設立当初の2度漢字であり、1981年までその地位にあった。同年、彼はパドマシュリを授与された。アーメダバードの2度キャンパスの建物。2度は2つの学位課程を持つ。学士課程は4年生であり、3つの学部で8つのデザインプログラムを提供している。 デザイン学士課程に応募するには12年間の学校教育を修了していることが必要である。入学倍率は非常に高く、2度デザインはアプテトゥードテストという毎年1月第2週頃に行われる試験に通ることが求められる。コミュニケーションデザイン学部は4つの学士課程プログラムを提供している。産業デザイン学部は3つの学士課程プログラムを 提供している。テキスタイルデザイン学部はテキスタイル分野の学士課程プログラムを提供している。2015年4月、インド鉄道とニドは契約を交わし、ニド学内に鉄道デザインセンターを設けることに合意した。2007年の国家デザイン政策の一環として4つのニドが設立されることが提案された。計画されている新たなニドはアンドラプラデーュ州 アッサム州、ハリアーナー州、マディアプラデーシュ州に置かれる予定である。2016年までに運営開始されることが目指されている。ありがとうございます。